550マディソンアベニューはアメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタンクミットタウンに立つ超高層ビルである。旧名はソニータワー、ソニービルディング、または AT&T ビルディング。2016年までソニーの北米事業を統括するソニーコーポレーションオブアメリカの本社が入居していた。それ以前は AT&T のビルであった。現在の所有者はサウジアラビアの企業。 オオライオンになっている550マディソンアベニューは37階建て高さ197メートルであり、所在地はニューヨーク市マンハッタン55丁目と56丁目の間のマジソン街550号である。建築家フィリップ・ジョンソンとパートナーのジョン・バージーによって設計され1984年に竣工した。完成とともに、 その装飾的なビルの最上部が議論の的となったが、約7階分の高さを持つ壮大なアーチ状のエントランスは利用者を楽しませている。これらの装飾性を与えることで、このビルは味気のない機能主義や純粋に効率的な設計を求めたモダニズム建築に対して挑戦している。このビルが世間一般に与えた影響は、世界全体のポストモダン建築運動を正当化する。 ものとみなされている。1978年、AT&T は195ブロードウェイから550マディソンアベニューへの本社移転計画の承認を得た。1984年に AT&T ビルは完成したが、この年に AT&T は合衆国政府からベルシステムの解体を命じられた。そのため、当初1500人の従業員を旧本社からこのビルへ、 移す予定が実際に移動したのは600人に止まった。空いたスペースはリースとして貸し出していたが、1993年に、このビルはついにソニーへと売却された。2013年、ソニーは11億ドルでチェトリートグループへこのビルを売却することを発表した。これは、当初の取得価格より6億8500万ドル高い値段である。 売却後2016年までソニーはこのビルをリースバックして使用した後、11マディソンアベニューへと移転した。2016年、チェトリートグループはこのビルをオライオン及びチェルスフィールドに14億ドルで売却した。こうしてソニータワーの名前は住所名の550マディソンアベニューに変更された。2017年現在、オライオンとチェルスフィールドによってビルは改修中である。 ありがとうございます。